こんにちは。今回は前回の続きとなる問題です。問題の内容を確認しておきましょう。図のように一辺が12センチの立方体があります。M は BC の真ん中の点で、この立方体を MFH、ここを通る平面で切断しました。この時 A を含む立体について、まず A、切り口の面積を求めなさい。この面積ですね。この図形の面積を求めなさい。E が切り口から A までの長さ。ここを底面として置いたとき、A までの高さですね。これを求めてください。こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきましょう。今回の問題、前回の問題の続きとなる問題ですね。前回でどういうことをしたかっていうと、こういうふうに立方体を切断したときに、切り口の部分ですね。これの面積を求めれるような問題でした。どういう問題だったかって言いますと、こういうふうに底面が直角二等辺三角形で、辺の長さの比ですね。これが1対2になるような三角錐ですね。これの表面積を求めるときに、これの展開図、これを書くと、こういう正方形になって、この形っていうのはここの形。正方形の面積の8分の3。こういう風になるっていうことをしました。じゃあ今回、この形ですね。この切り口の形。三角形ではないですよね。こことここが平行で、これとこれの長さ、これ同じで、これ等脚台形になっています。この面積どういう風に求めるかって言いますと、この形、それぞれこれ伸ばした形ですよね。これ考えてもらうと、この図ではちょっと大きすぎるんで、ここに小さい図を書きましたけれども、これこう切ってるんで、もうちょっと立方体が大きければ切断面伸びますよね。どこまで伸びるか考えると、こういう感じになります。これ一辺12センチの立方体ですね。で、この点っていうのは真ん中の点です。ここの長さ6センチですね。こことここ、この三角形とこの三角形、相似比が1対2なんで、ここ12センチですね。ここが24センチ、12センチ。こんな三角錐ですね。これを真ん中で切ったような状態になっています。じゃあ、ここの面ですね。この面、さっきと同じように考えると、一辺24センチの正方形ですね。これをまず書いてみます。これは一辺24センチの正方形ですね。この面は、この正方形の辺の真ん中の点、真ん中の点、頂点ですね。これを結んでできる三角形になりますね。こういう感じですね。求めたいのは、この三角形の面積じゃなくて、ここの台形の面積ですね。この点、この点っていうのは、この辺の真ん中の点、この辺の真ん中の点ですね。これを結んでできる台形です。この図の中に書き込むと、真ん中の点、真ん中の点ですね。これを結んでできる、この台形の面積です。こことここですね、面積比どうなってるかっていうと、この三角形とこの三角形、相似比が1対2です。面積比は 1×1 対 2×2 ですから、ここを1とすると、これが4。っていうことは、この部分3ですね。さあ、求めていきます。正方形の面積っていうのは 24×24。この三角形の面積っていうのは、正方形の面積の8分の3でした。求めたいのは、その4分の3ですね。さあ、もちろん計算する前に約分ですね。24と8割って3。24と4。これ割って6ですね。3×6×3×3。9×18 ですね。162。平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。じゃあ次、E の問題なんですけれども、ここの立体ですね。この立体をここが底面になるように床に置いた。この時、底面から A までの高さですね。これを求める問題なんですけれども、じゃあそれを考える前に、まずはこの三角錐ですね。この三角錐のここを底面とした時の高さですね。これ何センチになるか。これも前回でやったことなんですけれども、ここの面ですね。ここの面を底面とした時に高さっていうのは24センチになります。ここの面ですね。この面を底面とすると高さが24センチです。じゃあこの面を底面とした時に、ここの面積っていうのは、これは正方形の面積の8分の3。ここの面積っていうのは正方形の面積の8分の1ですね。ここを底面とすると、底面の面積ですね。これが、ここを底面とした時の3倍になってます。底面積が3倍になったら高さは3分の1。っていうことは、ここを底面とした時のここの長さですね。ここの高さっていうのは24センチ。
これの3分の1倍で8センチになります。これを使ってこの問題解くことができます。どういうふうに考えるかって言いますと、ここからここまでの長さですね、これが8センチです。じゃあここからここまでの長さですね、これ何センチになるかっていうと、この立体自体ですね、これを AEGC、 この面で切ったような図ですね、これ考えてみます。この立方体自体を BD もしくは FH ですね、こっちの方向から見たような図になっています。ここが A、ここが E、ここが C、ここが G、ここ B と D が重なって見える点、ここ F と H が重なって見える点です。切り口っていうのはこの図にどういう風になるかっていうと、M は BC の真ん中の点、ここの真ん中の点ですね、ここと FH を結ぶような線になっています。こういう風にこっち側から見てあげると、この切り口の線っていうのはこういう風に一直線になるんですね。で、ここからここまでの高さに当たる部分ですね。これが今考えたように、8センチメートルになります。求めたいのはこの面から A までの高さですね。どこの部分に当たるかって言いますと、こういう感じになりますね。この三角形とこの三角形、この線に対して直角直角になりますから、ここの角度とここの角度同じ、どちらも直角三角形になってて、相似比ですね、ここの長さの比対ここの長さの比、これが真ん中の点ですから、ここからここまでっていうのはこの長さの半分、1対 1.5、簡単にして2対3です。相似比が2対3だったら、他の辺ですね、この辺とこの辺の長さの比、これも2対3になりますから、8センチに対して、ここの長さですね。ここ12センチメートル。こういう風に出すことができます。ただ、この底面と高さの関係、もしくはこっちから見た図ですね、ちょっと難しいかもしれないです。ここの面を出すときに、これ伸ばして考えましたよね。これ切るときももうちょっと大きな立方体ですね。これを考えてもらったら、こういう風にこの立方体だけではなくて、A からもうちょっと線ですね、こういう風に伸ばしていきます。そうすると切り口ってどうなっていくかっていうと、これそのまま伸ばしてここですね。これ伸ばしてここです。これ伸ばしていこうと思ったんですけど、ちょっと図が大きすぎましたね。こことここもそのまま結んでいきますと、当然ですけど、これもちょっと足りないですね。長さの関係調べておくと、ここ6センチ、6センチですね。6センチ、6センチです。ここにできている三角形っていうのは、6、6の直角二等辺三角形。これも一緒ですね。6、6の直角二等辺三角形。っていうことは、ここの三角形っていうのは、一辺18センチの直角二等辺三角形。こういう風になってますね。これもうちょっと見やすい図に書き直してみると、これ全部が収まるように書いてみると、こういう図になります。ここからここまでの長さですね。これ12足す6で18センチ。ここも18センチですね。で、この三角形、ここの三角形に注目すると、6センチ、12センチで1対2です。ここ18センチだったら、こことここですね。1対2だから36センチです。この図に元の切り口ですね。これ書き込んでみると、だいぶ小さく見えますけど、ここが元の切り口ですよね。ここから点 A、ここまでの長さっていうのは当たり前なんですけども、この全体の三角錐ですね。この全体の三角錐のここを底面として、ここから A までの高さ、これと一致しますよね。じゃあ、ここを底面としたとき、高さ36センチです。こっち側を底面としたとき、底面積が3倍になるわけですね。っていうことは、高さっていうのは36センチ。これの3分の1。これで12センチメートル。こういう風に出すこともできますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。